セガラリーにはセガが発売したレースゲームのタイトルである。前作セガラリーチャンピオンシップの続編として1998年に稼働開始。前作からの踏襲発展系としてコース取りなどは周回コースではあるもののモデル3基盤によるグラフィックサウンドの大幅な強化とともにイラリラーらしい独特の要素と楽しさを広げさせた。 具体的なグラフィックの進化としては、半透明ポリゴン、環境マッピングの導入などによる、各グラフィックの飛躍的な微細化、車の汚れ表現や、雪、夜間ステージの追加が挙げられる。前作同様、制作にあたって、当時現役のラリードライバーが協力したほか、収録曲では新たにユーロビートや、本格的なボーカル曲も取り入れられ、楽曲の一部は、 Q ワープの E のケンジも手掛けている。モードは、前作同様を4ステージ連戦のチャンピオンシップ、単体周回タイムアタックとしてのブラクティスは変わっていないが、プレイヤーが使用できる車種は、前作から4倍となる計8台に増加した。各モードの敵車出現数、筐体内のトップタイムが、右上方に、名前と共に表示される演出も引き継がれているが、 エキストラステージに相当するものはなく、全4ステージはすべてデフォルトで選択可能。セガラリーにツイン筐体前作同様ツイン筐体、路面状況によりシート部が稼働する、デラックス筐体が存在する。内ツイン筐体はデラックス筐体よりも約1ヶ月遅く稼働、ゲーム内容に小変更が入っていた。外見は白、赤、緑の3色がテーマとなっているが、 一部のセガのロケーション店舗、車メーカーの店舗では、筐体色に WRC マシンのワークスカラーを施し、演出していた。基本的に看板とシフトレバーアッセンブリー、モニタ単体以外は STCC 販売筐体準拠。ヘアピンの部下されたサイドブレーキがシート右に付加された。看板はラリーカーのサファリー仕様を彷彿とさせるシビー性。 フォグカバーと、両サイドにレンズカットなしのフォグランプ2灯、赤いロールバーで彩られている。こちらもコンバージョンは存在しない、単体販売で、以後、デートな USA にでも変わらないスタイルとなる。1999年1月28日、ドリームキャストで発売。ビガボックスによる、プログレッシブ出力、レーシングコントローラ、ネットワーク対戦時用にドリームキャストキーボード。 プルプルパックによるフォースフィードバックに対応。パワーアップ移植としてヒットした前作のセガサターン版を踏襲、かつ進化させた作りとなっており、各要素の大幅な充実化、AC 版と異なるコンポーザーによる BGM の追加が図られている。デモ曲も拡充。オリジナルデモ曲、55サグラリーは AC 版初出コース、移植版追加コースは、 ドライブエムリーマッドとなった。グラフィックは AC 版から解像度やポリゴン数の低下等があるものの、概ね再現し、フレームレートも可変式60フレームとなったが、処理落ちが頻発する。挙動反映性は前作よりアナログ操作が標準化して機敏になったほか、アーケードモード以外においては、実写と同様の多段式ミッションが任意に選択可能となった。 コースレパートリーに至っては、AC 版およびアーケードモードでは、デザート、マウンテン、スノーウィー、リビエラの4種固定から、アーケード以外のモードではこれをエリアとして捉え、マディー、アイル、最終各種コースである SSS が追加。リビエラ、SSS を除くエリアでは、それぞれ各3種の SS が設定され、計15プラス2コースからセレクトできるようになっている。 初期ロット版1999年6月25日発売。後期ロット版2001年3月2日発売。また、デジキューブでも2000年11月に一時的に販売されたドリームキャスト版の移植である。推奨対応環境は Windows 95-98で、描画は DirectX6.1 以上。ランチャー上。 キーコンフィグ画面でのダイアローグで、同社、メガドライブ用6ボタンパッドの画像が使用されている。2に組み合わせが可能。オリジナル車種、ケローラ WRC が存在する代わりに、フォードエスコート WRC がカットされた。Go!Go! サグラリーのボーカル版が削除。デモ曲はすべて、ドライブ ME マッドに差し替えられている。土煙などのエフェクトは、 2D スプライト処理とするか、アーケード版に準ずるポリゴン処理とするか、オプション上任意に調整可能。セガラリー2に登場する様々なラリーカー。これは、ステアリングをはじめとした操作特性は違っているが、ポテンシャルや結果として出るタイムは平均するようバランスが取られている。そのため、マシン選びは能力そのものを比べるのではなく、 プレイヤーの運転スタイルに合ったものを選ぶのが重要になる。DC 版はファミ通クロスレビューでは36点。イグノでは9、10のスコア。ゲームスポットは繰り返しプレイできることには好意的だがフレームレートの急変はゲームプレイに悪影響を与えると否定的だった。ドリームキャストファンソフトウェやインプレッションでは9、10、9の28点。 レビューアーは AC 版より上に見えるグラフィック、AC 版の車ごとの特徴ある操作感覚の再現、長く遊べるオリジナル要素を賞賛。通信対戦はチャットや楽しく遊べることを賞賛したが、時期以外の車のフレームレートが落ちるため、AC 版とは別と考えてプレイした方がいいとした。ありがとうございます。